ソフトバンクグループソフトバンクグループジャパンソフトバンクソフトバンクソフトバンクはソフトバンクが展開する携帯電話のサービスブランドの一つであるデジタル本デジタル通貨 J ホーンボーダフォンの流れを組む1991年から1992年に日本テレコム株式会社が主体となり東名阪で第二世代携帯電話事業のデジタル本を設立 1994年から日産自動車が主体の通貨グループと同時に NTT ドコモ、DDI セルラー、IDO グループに続く第三勢力として第二世代携帯電話の事業開始。東名阪以外の地区は日産と日本テレコムとの共同出資で旧デジタル通貨を設立し、1996年1月より通貨グループと合同で、 全国展開が行われた。J、フォンセンター、名古屋ボーダフォンショップソフトバンク阪急茨城、ソフトバンク、今宿9店舗ソフトバンク仙台クリスロードと仙台、七夕飾りコンテンツメール2013年10月2日、ソフトバンクは、携帯端末を買った一部顧客の支払い情報を、未入金と信用情報機関にご登録したと発表した。 携帯電話端末の分割支払いを適切に行っている利用者情報が信用情報機関である CIC 及び日本信用情報機構に誤って携帯端末料金未払い利用者として登録された。誤って登録された利用者情報は63,133件である。信用情報機関に加盟する企業が それらの誤った情報を参照した回数は16,827件である。最大で3ヶ月間の支払い対応者として登録された。利用者によっては、クレジットカードローン、家賃保証会社の予診審査に落ちるなどの弊害が発生している。ソフトバンクにおける個人情報の取り扱いが公式ウェブサイトによって提示されている。 個人情報保護電気通信事業等における個人情報の取扱いカップ販売個別信用購入斡旋等における個人情報の取扱い保険関連サービスにおける個人情報の取扱いソフトバンク携帯サイト向け広告事業の個人情報の取扱いソフトバンク携帯サイト向けインターネット検索サービス事業における個人情報の取扱い発電事業における 個人情報の取扱い古物取引における個人情報の取扱い社員と個人情報の取扱い番号をポータビリティ開始前日の10月23日に新プランなどの発表を行った影響で様々な出来事が発生したソフトバンクは10月28日15時頃から10月30日20時にかけてゴールドプランへの申し込み殺到によりソフトバンクの登録業務システムに トラブルが生じたと発表した。NTT ドコモ及び KDDI はホームページ上においてソフトバンクモバイルに対して厳重に抗議したと発表した。また一部店頭ではお客様各位 NTT ドコモと KDDI においてシステム障害が発生しておりますとの誤った説明がなされたと言われ当時の混乱ぶりが伺える。 このトラブルについて11月11日付現代、ネットの報道では、実際はソフトバンクから他社へのキャリア変更が殺到したのではないかとの推測がなされた。しかし、減少数は少なかったので MNP による転出者が多すぎたというのも定かでない。また新規契約がかなり多く、ゴールドプランによる影響とも考えられる。別の報道では、 家族割引契約の主副改善を決定するプログラムに問題があったとされる。家族丸ごと MNP を利用して他事業者に引っ越しした場合、集約すべき主回線契約がなくなるため無限ループに陥ったと説明された。なお時期は違えど同様の MNP 情報交換に関するトラブルが通貨を含む携帯事業者4社すべてで起こったことから、 システムの拡充を急ぐことが各社に求められた。契約時に通信速度の制御について、不利益の不告知の疑い通信契約締結時に通信速度の制御についてがある場合に説明をしない、消費者に対して消費者関連法の不利益の不告知の疑いがある。通信速度の制御については、4G、4GLTE パケット定額サービス、 料金プランでの通信制御実施条件においてパケットし放題フラットフォー 4GLTE 等の料金プランがデータ通信量が過去3日間で約3イト以上の場合は速度制限が約3イト以上をご利用した翌日の午前6時から24時間に実施される。2019年11月2日の行政の公開イベントにて消費者団体が 無線電波の国民共有財産の観点から各社の通信条件の比較表を公開説明したことにより来場した消費者がソフトバンクに対する従来のイメージや説明等と異なることに気づいた2006年12月に放送されたゴールドプラン紹介のテレビ CM では ダクロスの女子学生同士の会話を他携帯ユーザーに対するいじめを助長するものだと受け取った視聴者からの苦情が JRO に対して1日約250件に寄せられた広報部はゴールドプランの便利さを紹介したいがために制作したものでありいじめを助長するために作ったものではないとコメントしているなお当該 CM の放送は同年12月24日に終了している 通話料、メール代0円と大きく書かれたゴールドプランの新聞広告が掲載されたがソフトバンク以外の通話、メールは有料といった注意文言の文字が小さくわかりにくかった。こうした広告は景品表示法違反にあたる恐れがあるとして厚生取引委員会はソフトバンクモバイルに対して警告した。また同時にどこも KDDI も広告が 同規定に違反する恐れがあるとして注意を受けている。iPhone の自動通信機能に関する広告表示問題 iPhone の 3G 通信機能を ON にしている場合アプリケーションを追加しない初期状態で利用者がアプリケーションやメールを利用していなくても利用者が認識しない自動通信によりパケット定額の加減額を上回る通信量が発生することが確認された そのため2011年5月、総務省はソフトバンクモバイルの広告表示が不適正であったと、同社に対し加減額を超える通信量が発生した原因と不適正な広告表示となった原因を究明するとともに、広告表示の適正化などの改善措置を行い、それらの報告を求める行政指導を行った。2006年11月22日、ソフトバンクショップを運営する 株式会社エムデジが、携帯電話不正利用防止法に基づく、譲渡時本人確認を行っておらず、同法第5条第1項の違反で、総務省が是正を命じた。またソフトバンクに対しては再発防止措置の徹底を要請した。しかし2007年4月12日、ソフトバンクショップを運営している代理店に店舗が、携帯電話購入時に、個人確認を怠ったとして、 総務省が代理店2店舗と監督元であるソフトバンクモバイルに対し再発防止措置の徹底を行う要行政指導を行ったソフトバンクモバイルはこの代理店2店舗に対し販売促進支援及びショップ支援を3ヶ月鑑定時を決定しソフトバンクショップ全代理店に対し携帯電話を販売する際の個人確認を徹底するように指導した さらに2007年6月12日にはソフトバンクモバイルの携帯電話販売代理店を運営するケアコミュニケーションが契約者の本人確認を怠ったとして総務省は同社に是正命令を出したソフトバンクモバイルにも代理店に対する監督を徹底する要塞度行政指導を行った2008年1月から6月に振り込め詐欺オレオレ詐欺で使用された 携帯電話約2300台のうち約7割がソフトバンク携帯だったとの報道が12月にあった。警察庁では同社を含む携帯電話各社に本人確認の徹底を再度要請した。その後同社は2008年度下期決算報告において iPhone カップ販売開始当初は信用情報調査を十分に行わなかったためカップ代金を支払わない契約が続出し、 累積で500億円の不再攻付期も発生していたが、その後購入時の審査を強化し、このような事態はおおむね防ぐことができているとした。2008年4月9日、5月5日、5月6日に音声通話不可、パッケット通信不可等の事故が3件発生した。これらの事故は、影響が大規模活調時間にわたったことから、重大な事故として取り扱われた。また、 いずれの事故も予備系の設備が設置されていたにも、かかわらず適切に機能せず、大規模なサービス停止に至ったと判明している。重大な事故が相次いだことを受けて、総務省は5月14日、改善を行うよう、ソフトバンクモバイルに指導した。なお、その後も、同年10月に、鹿児島県で約7万1000人、2009年1月に、徳島県で約4万9000人、 2月には、北海道で約5万4000人が、携帯電話の音声通話ができなくなる通信障害が発生している。2009年4月19日には、ヤフー携帯、S、メールが1570万以上の端末で最大7時間近く、利用ができない事故が発生した。当初は東日本のみの障害としていたが、翌日、ソフトバンク .ne.jp ドメインの、S、 メールの送受信について全国で障害が発生していたと訂正。また、4月23日にソフトバンクモバイルのコーポレートサイトにおいてこの事故についてのプレスリリースを発行した。この事故の発生を受け、総務省はソフトバンクモバイルに対し再発防止策や設備の点検を求める行政指導を行った。また、利用者への周知が不十分であったとして、 利用者への障害周知方法の改善策も求めた。それに伴い、ソフトバンクモバイルでは2009年5月25日付で、総務省へ報告書を提出。再発防止策として、ネットワークが普通に至った事象を防止する新たな機能を実装したことや、故障検出機能の強化をしたこと、自己情報をホームページの見やすい位置に掲載するなど、 利用者への告知性を向上したと報告した。2009年7月18日に午前7時頃から約10時間にわたって約14万6000人が第2世代の携帯電話機での通信通話が行えなくなるという当年4度目の重大な事故が生じた。第2世代携帯電話機の使用者のうち東北6県と新潟県での契約者及び 障害発生時にこの地域にいた人が影響を受けた。2010年3月9日、沖縄県を含む九州エリアで、緊急通報番号への発信ができない状態が11時20分、頃から5時間弱にわたり発生。ネットワーク設備の不具合が原因。復旧した16時35分近くまで不具合の状況を把握できておらず、利用者への通知もなされていなかった。 2010年7月4日午前5時58分頃から北海道、東北、関東、東海地区でソフトバンク 3G 端末からのウェブ接続ができなくなった。また一部機種と iPhone では MMS の利用ができない状態となった。障害は4時間半後に一部コンテンツサービスの利用を除き復旧午後1時53分に完全復旧と発表されたが、 当日いっぱい影響が続いた。なお本県では最大で契約者約1476万人に影響が出ている。同年7月15日、この障害の原因と対策について報告された。原因はハードウェアの故障と予備サーバーへの自動切り替えが適切に機能しなかったことによると発表している。2010年9月17日19時37分頃から メールの送受信、ウェブへの接続がつながりにくいといった障害が発生した。発生エリアは日本全国であった。発生から3時間後の21時35分に復旧の発表がされたが、影響人数、原因等は発表されていない。2011年5月25日、近畿2府3県の一部地域でソフトバンクモバイルの契約者、約7万2千人について、 携帯電話の通話や電子メールの送受信が困難になる障害が発生した。同社は人為的に障害が引き起こされたとして6月に大阪府警に被害届を提出。7月8日に同府警は同社の大阪府内の事務所内にある通信機器端末のデータを不正プログラムを仕込むことで破壊し基地局からの電波発信を不可能にさせることで 通信障害を引き起こしたとして、同社の業務委託先の元社員の男性を、電子計算機損壊当業無妨害罪で逮捕した。2018年12月6日、午後1時39分頃から全国でデータ通信や通話ができなくなったり、インターネット事業のお家の電話及びソフトバンクエアで通信障害が発生した。この障害は同日午後6時4分復旧した。 原因は、エリクソン製のパケット交換機全体にソフトウェア異常が発生し、4G ネットワークに問題が発生、3G ネットワークにも服装が起こって通信障害が起きたとしている。また、この障害は、イギリスの王2など、エリクソン製の交換設備を使用する海外11、各国の通信事業者でも、ほぼ同時刻に発生したことも明らかにされた。 マノ事業者による MVNO2009 年3月よりソフトバンクモバイルは e モバイルモを使った MVNO におけるデータ通信サービスを実施した。これらのようなマノによる MVNO に対し社団法人テレコムサービス協会 MVNO 協議会は次のように反対をしている。本行為は違法ではなくガイドラインにも反してはいないが 第一子通信免許を持つ事業者が他のマノの通信網を利用する MVNO 事業を行うことは第一子通信事業者としてのモバイル通信網の拡大に対する怠慢であり有限な周波数の公平な利用に反するにとどまらず事業者の多様化にもつながらず移動体通信の競争を阻害する。これに対し孫社長は周波数を有効利用するものであり問題はないと 反論をしている。これを踏まえ、総務省は同問題に対し、総務省情報、通信審議会電気通信事業政策部会及び、接続政策委員会において、調査審議の上、抑制を踏まえた答申が取りまとめられる予定であると発表している。なお、PHS 事業者のウィルコムも、NTT ドコモ及び MVNO 協議会、 議長である日本通信の設備を利用し、MVNO サービスを実施している。これを踏まえ、総務省は2009年7月7日、情報通信審議会電気通信事業、政策部会接続政策委員会の第7回会合を開催し、ソフトバンクと e モバイルのようなマノの MVNO は、マノは自ら基地局などの設備投資を行うのが義務で、 あるという考え方に基づき原則禁止にする方向性を打ち出した。ただし、NTT ドコモとウィルコムの MVNO のように、異なる市場のサービスを提供する場合や、新規参入したマノが基地局を全国展開するまで暫定的に利用する場合、マノによる MVNO 化は許容できるとした。なお、2010年10月1日より、ウィルコムの MVNO サービス、 ウィルコムコア 3G のラインナップにソフトバンクモバイル 3G ハイスピードモーが追加された。これに伴って同年9月30日をもって従前のドコモモを利用したサービスの新規受付は終了された。楽々本問題ソフトバンクモバイルから発売された簡単携帯 821T に関して NTT ドコモと富士通は ソフトバンクモバイル及び東芝に対して不正競争防止法の模倣品販売の条項に基づき同端末の製造、販売などの差し止めを求め、東京地方裁判所に仮処分申請を申し立てた。ドコモ及び富士通は NTT ドコモから販売されている富士通製端末フォーマラクラク、ホンスリーのボタンレイアウト、ユーザーインタフェースなど、 複数の項目でデザインなどが告示していると主張。NTT ドコモ及び富士通はソフトバンクモバイル及び東芝に対し警告してきたが満足のいく回答が得られなかったために仮処分申請に踏み切ったと記者会見で述べた。本件は2009年4月に和解が成立した。なお、和解金等の条件は非公表。 緊急地震速報対応の遅延2007年5月30日、ソフトバンクモバイルも他社と同様の緊急地震速報配信システムの開発を表明した。この時、提供時期は2008年度中とアナウンスされた。NTT ドコモは2007年11月発売のフォーマ 905i シリーズ全機種から AU は2008年1月以降発売の2008年。 春モデル10機種中6機種が対応し、以降は全機種が対応したが、ソフトバンクは2009年9月18日発売のソフトバンク 831N1 機種のみとで遅れた。同年5月19日に当端末が発表された際、サービス開始時期は今週とアナウンスされたが、端末発売2日前の同年9月16日には2009年11月下旬。 以降に繰り下げられ、開始当時のサービスエリアも佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県の九州5県に限定された。同年10月27日になって、サービスエリアが長崎、熊本、宮崎、鹿児島の4県に縮小され、予告されていた開始予定時期の直前の同年12月24日に、 なって、九州4県でのサービス開始も撤回された。サービス開始時期は、2010年夏以降に延期され、サービス提供エリアについても、白紙となった。2010年10月7日に、全国対応完了を告知した。最初の対応機種は、ソフトバンク 831N のみだったが、東日本大震災後の2011年7月に、ソフトバンク 840N が、 ソフトウェア更新後、利用可能になり、また、すでに発売されていた、Android プラットフォームのスマートフォンが、緊急地震速報の受信に対応するようになったが、既存のフィーチャーフォンには対応しないと明言している。NPO 法人から、犯罪組織に携帯電話端末が流出横浜市に拠点を置き、事前事業を展開していた2つの NPO 法人は、 ソフトバンクモバイルの携帯電話端末約2000台を法人名義で契約していたが、そのうちの一部が法人以外の組織に流出していた。また、うち約100台の端末は薬物の密売や振り込め詐欺などの犯罪に悪用されていた。NPO 法人はこれらの端末を使う目的がなく、利用料金は代理店が負担していた。前日のデジタル通貨提携以降、 ツーカーは、スカイメッセージなど、ソフトバンクに準じたサービスも併せ持っていた。また、ツーカーの営業区域外では、同一の通信方式のソフトバンクにローミングしていた。なお、カスタマーオペレーションセンターは、統合の過程で、宮城県黒川郡富谷町、愛知県内、大阪府内、福岡市沢楽区の4カ所に集約された。富谷市は、旧東日本会社と北陸エリアを、 沢楽は北陸、関西を除く旧西日本会社のエリアとディズニーモバイル利用者をそれぞれ管轄している。愛知県内設置分は旧東海エリア、大阪府内設置分は旧関西エリアをそれぞれ管轄しているが、追悼関係は沢楽のオペレーションセンターが管轄する。ありがとうございます。